はい、皆さん、こんにちは。こちらですね、DC スパークさんの YouTube チャンネルで、ちょっと幸いにもですね、私がちょっと司会を、まあ、ちょっと賜らせていただいたというかですね、いうことになって、今回はですね、セバスチャンさんと、インタビューをですね、したいと思っています。で、お題目はですね、今、話題の、まあ、そもそも DC スパークって何だろうというですね、方もいらっしゃると思いますし、また、セバスチャンさんって、まあ、聞いたことあるけれども、鎧の開発者みたいなですね、そういう方とかもいらっしゃると思います。で、何を差し置いてもですね、最近もう本当に話題になっているアービットですね。アービット、もうダウさんとかがですね、もうアービットってすごく言っていると思うんですけれども、あのアービットって一体何なんだってですね、アービットって言われても、まあ、説明できる人ほとんどいないんじゃないかっていうですね、まあ、なかなかですね、難しいなと思われている方もいらっしゃると思うんですけれども、このアービットですね、本当に、今、めちゃめちゃ重要というかですね、今、もうセバスチャンさんもこれも大注目している、アプリケーションになります。まあ、なんといってもですね、もうチャールズさんが、まあ、以前 AMA でですね、まあ、一番自分が後悔していることは何かと聞かれたときに、鎧というアプリケーションを早く、リリースしなかったことが私の、まあ、体の開発にて一番後悔していることなんだっていうふうにおっしゃっていたんですよね。で、じゃあその鎧をですね、開発していたのは一体誰なんだというと、このまあ、他でもね、セバスチャンさんを率いるチームというか、まあ、いわゆるそういう、それだけこう先見性があるというかですね、物事のこう、まあ、こういうものが将来的に必要になってくるだろうなっていう先見性の目が非常に高いチームなのかなというふうに思っています。で、そのセバスチャンさんがですね、今大注目しているこのアービットですね。このアービット、一体何なんだろうっていうですね、いうものを、ちょっと、私もですね、まだまだ学びながらなんですけれども、解き明かしていこうかなというふうに思っております。セバスチャンさん、どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと、DC スパークとはどういうものかからちょっと、説明 し始めたいと思います。DC スパークというのは割と新しい会社で、今年の4月に、公式的に、始まったもので、私が設立したものなんですけれど、一人で、設立したものでだけ、そういうものではなく、エマーゴの、元 CTO であるニコさんと、エマーゴの元なんという、チーフサイエンスオフィサーという研究側を担当していた、ロバート・コルナキという方と、3人で設立したものなんです。で、具体的に、どういう会社でいう、かというと、今の、ブロックチェーン会社は結構、あることだけに、集中しているようにしています。あとはなんか、僕の会社が、プラットフォームを作るだけ、にしています。それと、他になんか私アプリだけを作る、ようにしてますとか、そういう会社が、結構いろいろあると思うんですけれど、DC スパークはそれと違って、最初から最後まで全部、開発するような、会社で、まあ、そういう会社に、させたいという、願望に基づいて、いわゆる、まあ、暗号通貨のエコシステムを構築する会社になりたいと今思っております。なんで、まあ、プロジェクトとして、まあ、もちろん体のというプロジェクトも関わってはいるんですけれど、体のだけじゃなくて、まあ、将来性のある、暗号通貨、もしくはなんかそういう P2P と、関連しているプロジェクトを、関わっていきたいという、予定なんですね。その中に、ブロックチェーンは、結構優れている技術だと、分かっているんですけれど、全部ブロックチェーンに、任すだけでは社会がなかなか、成り立たないんで、ブロックチェーンは優れたものだと言っても、対応できない問題も、まあ、いくつかあるんで、それを、どうにか乗り越えるには、他の技術も必要なんじゃないかという考えに基づいて、会社を設立してから Urbit というプロジェクトを連携するようになりました。あ、そうだったんですね。まあ、DC スパークさんがまず最初に誕生したときは、エマーゴさんの本当に技術的のトップの方々が、まあ、こう、立ち上がって、3人でチームを組んで、今、やっているっていう DC スパークっていうのはもう、まあ、エマーゴから、まあ、生まれてきた会社というかですね、そういう形なんですね。
今、チームはどれぐらいいらっしゃるんですか？そうですね、今、会社は多分20人か25人ぐらいの社員が入っていて、でその中には技術者が一番多いのはそうなんだけど、技術者だけじゃなくて、コミュニティマネージャーの方もいるし、デザイナーの方もいるし、まあいろんな方が所属するようにはなっていて、でこれからも発展していく予定というところで、今でも採用を行っております。なんでこのビデオを見て、ちょっと DC スパーク所属してみたいと思う方がいれば、ぜひ、careers.dcspark.io という、キャリアページを、確認してください。ありがとうございます。もうだって DC スパークさんが立ち上がったのは結構すぐ最近ですよね。なのでもう3人から一気にすぐに20人になったということで、もうかなり急成長を、遂げている会社ということなんですね。いや、なんかすごい。それはなぜかというと、会社として一つのプロジェクトに、集中するのだけではなく、さっき説明したように、最初から最後まで、開発していきたいと思っている会社なんで、やはりそういう、なんという目的を実現させるには、最初からそういう形の会社で、やった方がいいんじゃないかという考えで、そういうふうに開発者を、結構大幅的に、雇っていきました。で今何やっているかというと、まあ、もちろん体の根本的な開発にも関わっています。それは例えば、ラストで書かれている、SDK の開発も今でも、続いているし、体のための DAPS の開発も今現在行っていて、すでに Fracara という NFT を分散化するための DAPS もリリースしたこともあるし、現在 Flint という体のためのウォレットの開発も行っていて、現在ベータ版もすでにリリースしたし、そういうふうにブロックチェーンのエコシステム、体のエコシステムをまあ、すでに関わっていて、いろんなところで、関わっていて、まあ、そういうところを発展させようとしてるんですけれど、うん、まあ、会社として体だけじゃなくて、もっと大きな、イコシステムを、視野に入れたくて、うん、現在、他のプロジェクトがもう、2つあります。その一つはミルコメダという、プロジェクトで、そのミルコメダっていうのは具体的に何かというと、それは、カルダナ上で、ソリティで書かれたスマートコントラクトも、アップできるような、そのためのサイドチェーンなんですね。で、それ的にそれはカルダナだけじゃなくて、基本的に、EVM、ソリティが対応していないブロックチェーン、といくつかの、まあ、そういうブロックチェーンと、接続、する予定で、最初はカルナで、連携させてい きたいと思います。なんで、チャールズも、以前のビデオで、こう説明したんですけれど、ブロックチェーンがちゃんとこれから発展 するには、独自の、プログラミング言語だけじゃなくて、本当に誰でも、開発者として、参加しやすい環境を作る必要が、あるんで、そういう環境を作るにはそのミルコメダというプロジェクトを、始めたわけ。はい、ありがとうございます。まあ、とにかく急成長の秘訣は、まあ、とにかくもうワントップで、はい、もうこれだけっていうのだけじゃなくて、ブロックチェーンの、まあ、最初から最後までを網羅するということで急成長を遂げましたと。でミルコメダという製品も生み出しましたということですね。で、ちょっとこれもちょっと質問が多いんですけど、 DC スパークさんはだからの拠点としては、日本も一つの 拠点というか、日本もセバスチャンさんがいらっしゃって、はい、まあ、基本的には、世界中の人たちが、まあ、働いていてって感じだと思うんですけど、拠点はそうするとどこ、まあ、なんででしょう、どこにどう会社が。そうですね、会社自体は今、拠点が2つ、2箇所あって、で1つ目が日本。で今、日本に所属している方というか、日本に住んでいる社員が4人、私を含めて4人がいてて、来月から5人、になる予定で、多分一番、人が集まっているところなんですけれど、本社がアメリカ、にいるようになって、今テキサスに拠点されています。
でもアメリカにあると言っても、社員が全員アメリカにいるということには、至らないんで、社員は結構バラバラで、たくさんの、国籍を持っている方が、集まって DC スパークと、協力して、まあ、会社を、なんというやろうとしています。ありがとうございます。まあ、なので日本は、まあ、実は日本って結構 DC スパークさん、セバスチャンさんだけっていうイメージの方多いと思うんですけど、もう4人で、来月5人になるんですね。で、まあ、拠点としてはアメリカだけれども、日本も結構拠点はいて、まあ、で、世界中の人たちが、こう、まあ、テレワークで働いている。まあ、DC スパークってそんな会社なんだってことですね。ありがとうございます。なんとなく DC スパークのイメージがつかめたかなと思います。で、次なんです。次、ちょっと、まあ、セバスチャンさんなんですけども、セバスチャンさん結構、まあ、まあ、鎧の開発者っていう、鎧開発してる人みたいな感じの、まあ、なんかそういう漠然としたイメージが日本コミュニティにあると思うんですけど、なんかその前とかで、その前の経歴とか、その前でその、まあ、カルダノに取り込んだ、まあ、簡単でいいと思うんですけれども、セバスチャンさんの経歴となんかその、まあ、思いみたいなところって、なんかあったりしますでしょうか。はい、そうですね。私はもともとカナダの方で、カナダの西側にあるビクトリアというところ、育ちです。で、そこで大学に、通って数学とコンピューターサイエンスを専攻しました。で、卒業したらアメリカのマイクロソフトに所属するようになって、その機械学習のチームに所属してました。なんですけれど、その、仕事をしてた、間にちょっとブロックチェーンにも、前からの興味によって、結構関わったりしてて、それでカルダノというプロジェクトを見つけました。で、結構カルダノやっている、研究などには、結構興味があったんで、そこから、だんだんより、深く、関わっていくところで、エマーゴから、スカウトされたから、そのマイクロソフトの仕事を辞めて、日本に来て、あれからずっとエマーゴに所属してたんですけれど、やっぱエマーゴはもともと投資会社のようなものなんで、まあ、それに所属している限り、できることはある程度、まあ、制限されているわけなんで、やっぱり、もっと、カルダノだけじゃなくてイーコシステム全体的に、発展させるためには、会社、独自で、やった方がいいんじゃないかという考えによって、その今を辞めて DC スパークを始めた、わけなんですね。ありがとうございます。なんかチャールさんと最初が似てるというか、数学を、まず大学で学んで、で次これなんか知ってる人が知ってる人知ってない人半々ぐらいでなんですけど、マイクロソフトに実はいらっしゃったと。で、まあ、その後にブロックチェーンに興味が出てきて、でエマーゴに、スカウトですね、スカウトされて、で、まあ、エマーゴって、まあ、言うて投資会社なので開発会社じゃないよねということで、っていうのとか、まあ、あとカルダノもあくまでカルダノの会社だよねっていうところがあって、まあ、エコシステム全体とかそういうのを考えると、まあ、やっぱり DC スパークっていう新しい会社を作りたいとなったということです。ありがとうございます。はい、でなんかカルダノじゃないと言われたら、具体的に何をやるかというと、まあ、ミルコメダによって、カルダノだけじゃなくて、そのソラナという他のブロックチェーンとか、そういう、ソリティを対応していないブロックチェーン、関わっていきたい予定で、そのミルコメダによって、そのブロックチェーンに、ソリティのスマートコンタクトとか、そういうのを、簡単に、アップできるようにしたいと思うというのもあるし、実は Urbit という、プロジェクトも、関わっていく予定なんですね。その Urbit というのは、具体的に、どういうプロジェクトかというと、ブロックチェーンはね、暗号資産を、送る、受けるとか、そういうための、ものに、ある意味で過ぎないんで、例えばなんかこれを計算してくださいとか、ってなったら、簡単な計算であれば、まあ、イサリアムのようにブロックチェーン上では、できるんだけど、複雑なものになっちゃうと、そのガスのコストが半端なくなっちゃうんで、本当に、できることはかなり制限されてるというのもあるし、でなんか身分証明書とかをブロックチェーンでやろうというプロジェクトが今まで結構多く、
あったんですけれど、どれもまあブロックチェーンの技術的な制限に引っかかっちゃって、なかなかそれを実現できなかった会社が、まあ、今まで結構多くあるんで、やっぱり、まあ、そういうのがあるんで、ブロックチェーンができることは、まあ、制限されているわけで、Urbit というプロジェクトには気になりました。で、その Urbit は、ブロックチェーンじゃなくて、P2P のネットワークだけ、のもので、あります。なんで、ブロックチェーンは、具体的に何かというと、今、誰が何を保有しているというのを、記録して、それをなんか、その歴史をちゃんと、全部保存して、構築していくような、ものなんですけど、記録していくものなんですけれど、Urbit は、それとちょっと似たように、OS、オペレーションシステム、そのパソコンのようなものなんですけれど、ブロックチェーンと似たように、そのパソコン自体に何が行われたかを、全部記録していく。なんで最初なんかそのパソコンはこういう状態でやって、で、これを計算したところでこうなっちゃって、で、その計算を全部記録する。で、その Urbit という、プロジェクトによって、誰でもそういうパソコンが起動できる。で、その自分のその仮想マシーンで、計算もできるし、ファイルとか物事を保存することもできるし、で、ブロックチェーンと連携して、資産を送ったりすることも可能だし、で、まあ、OS なんで、アプリも、ダウンロードしたりすることも可能だし、他のパソコンとつながって、メッセージを送り合うのも可能だし、まあ、こういう、優れたユースケースが、いっぱいあるわけなんですけれど、このプロジェクトは割と新しいプロジェクトなんで、まあ、結構前からずっと続いているものなんですけど、実際に使えるようになったのが割と最近の話なんで、まだそのツールがちょっと使いづらいところがあるんで、まあ、会社としてその、製品とか、なんて製品じゃなくて、なんかツールとかの、改善にも関わっているというのはそうなんですけれど、実はUrbit を使った製品も、出していく予定なんですよ。でそういう、ものは具体的に、どういうものかというと、今、例えばカルダノで、タップを使おうと思えば、例えば NFT のセールに参加しようと思えば、ちょっと難しいんじゃないですか。例えばなんかその、NFT のアドレスに、エイドを送らないといけなくて、そのアドレスをコピペして、鎧でもアイドレスでも開いて、それを自分で入れて、送るような、今そういう仕組みになってるんですけれど、もしそれをやってる当時にセールが終了したら、それでなんかエイドがなんか変換されるまで待たないといけないとか、なんかそういう、ややこしいところもあるし、で NFT を買ったところでその NFT が、一体どこに保存されているのは、まあ、買った人として結構分かりにくいところもあるんで、やっぱ UI というか、なんか、ユーザーにはあんま優しくない、仕組みだと、すごく、思っております。で、それを改善するには、やっぱり2つの、問題を解消しないといけないというの思って、一つ目は、彼らの NFT とかそういうダプスと、簡単に連携して、送金でもできるための、ソフトが必要なんじゃないかと、思いました。でそれが、そのフリントという、プロジェクトで彼らの用のウォレットの開発、を始めました。そのウォレットは他のウォレットと違って、メタマスクというウォレットのように、ダプスと連携して、ダプスが使いやすい、ウォレットに、なる予定なんですけれど、まあ、そのフリントというウォレットによって、まあ、NFT のセールとかに簡単に、参加できるといっても、その NFT が一体どこに保存されたという、問題が、解決されないし、もしその NFT のセールに参加しようと思ってるんだけど、そのセールを行っている方と
プライベートメッセージで、なんか話し合いたいと思っても、それは、どうすればいいという、問題も解決されてなくて、やっぱなんかウォレットを作るだけで、まだ、問題が残ってるんで、でそれを解決するには、Urbit のディペンが現れてきます。で、Urbit は前言ったように、ファイルを保存することも可能だし、メッセージの、送り合いも、可能だし、まあ、そういう、残っている問題を解決する、できる、ものではあるんで、それをどうにか利用したいと思ってたんですけれど、Urbit のエコシステムを見たら、やっぱりそういうツールがまだなかったんですよ。技術的な、可能、があったといっても、まだそういうツールがなかったんで、やっぱ DC スパークとして、それを、開発してリリースする、と決めました。から、Urbit のためには、実は、プロジェクト2つも、既にリリースしております。それが何かというと、1つ目が Urbit Visor という、拡張機能で、メタマスクと同じように、ブラウザーに、くっつけるもので、その、拡張機能をダウンロードするところで、自分の、Urbit に保存されているデータも、身分証明書も、全部、DApps と、つなげられるように、なるわけで、それで、なんか NFT のセールで NFT を買ったら、その NFT が、そのフリントで、買えるようになるだけじゃなくて、その買った NFT がその自分が持っているUrbit に保存されることも、可能だし、もしなんかその NFT をなんか売りたいとか、それをするにはなんか人と、メッセージを、送り合いたいと思えば、そういう P2P のチャットにも、参加できるし、なんかそういうエコシステムが、全部、整っているようにや、なるようになるんで、結構、他のエコシステムよりは、強い、立場になるんじゃないかという考えでこれを開発してきました。はい、ありがとうございます。まあソラナとかですね、あとその今回ですね、一つ目玉になっているアービットですね。アービットでいいんですよね。アービット。ね、カタカナになっちゃうと全部ややこしくなっちゃうんで、はい、そんな感じなんです。まあ、日本語的にはもうアービットですね。アービット。アービット。まあ、とにかくこのアービットがですね、今、まあ、とにかく、まあ、話題になっているというかですね、まあ、ちょっと DC スパークが非常にもうめちゃめちゃ注力している一つですよと。で、まあ、ブロックチェーンのですね、まあ、いろいろな限界、まあ、限界というかですね、まあ、ブロックチェーンに非常にすごい原始的なので、まあ、暗号資産を送るとか受け取るとかですね、まあ、そういうのはすごい得意なんですけど、まあ、それを使って、まあ、単純な計算やるとかですね、できるんですけど、まあ、複雑なものになるとコストも上がるし、まあ、たくさん分散化すればするほど同じ計算をいろんな人が繰り返していることになるので、まあ、効率はそんなによくいいわけではないというですね、まあ、諸々の問題があったりとかですね、あと身分証明書をどうしよう問題ですね、身分証明書をいろんなブロックチェーンが試してきたけど、まあ、なかなかうまくいかなかったと。で、まあ、そこでアービットということですね。で、特にまあ、セバスチャンさんが一つ例に挙げていた NFT のまあ、NFT のセールスに参加するっていう例で取り上げてみると、まあ、2つフリントウォレットとアービットを使うと、まあ、もうめっちゃ参加しやすくなるよということで、まあまあ、ここでフリントウォレットっていう、キーワードも出たんですけれども、まあ、それと、同時にですね、アービットを使うことで、まあ、どこに保存されているのっていう、問題とかをですね、まあ、うまくアービットで、まあうまくまあ、分かるようにできるというような、感じということですね。ありがとうございます。まあ、そうすると、アービットを、一言で説明すると、まあ、OS を、まあ何をアービットとは、OS であって何を処理をしたかっていうのが全て記録されている、その立ち上げから処理まで全て記録されている、まあようなものというような感じなのでしょうか。そのアービット一言で説明すると、つまりイメージ的にはね、ブロックチェーンだとみんな同じブロックチェーンに接続しようとしてるんじゃないですか。カルダノというブロックチェーンが存在していて、
で、鎧を立ち上げるとき、ダイジェスト立ち上げるとき、そういうものが全部そのカルダノというネットワークに、所属、接続する、ようにはなってるんですけれど、やっぱみんな同じものを使おうとすれば、まあ、制限がかかっちゃうんじゃないですか。その一つのブロックチェーンだけで、世界中の誰、みんな、対応、できるわけじゃないんで、やっぱりなんかそのネットワークも、分散化、しないといけないというのがあるんじゃないですか。なんで、それはある意味で、まあ、Urbit の出番になるんですね。でその Urbit というのは、まあ、OS というものなんで、パソコンと同じく、みんなが、一人一人、立ち上げる、ものにはなるんで、みんななんか同じものに接続しようとするよりは、みんな自分の、まあ、Urbit の、OS を持っているように、なります。で、DApps を使いたいときは、その、普段、従来の、仕組みで、具体にどうなるかというと、まあ、サイトにアクセスするんじゃないですか。その、URL をブラウザで入力して、サイトにアクセスして、で、そのサイトから、DApps が使えるようになるんですけれど、その URL は、従来 の、仕組みで、提供されている。なんかその名前、例えばなんか Twitter を書くときに、書くだけでどうやって Twitter にアクセスできるようになる。そういう連携があるんじゃないですか。あの名前から実際のサイトまでの連携、があって、でそれはなんかいくつかの、組織に管理されている、ものになるんで、いつでも、ブロックされる可能性も、全然あるし、例えばなんか、発展途中、途上の国でよくある問題、で、全然あり得る、問題でもあるし、ね、例えばなんか DEX を使いたいけど、日本人とかアメリカ人が参加したら NG という、決まりがあるんで、アクセスしようと思えばエラーが出てる、ことも全然よくある話なんで、Urbit の場合は、そういうなんか従来の、システムを使うんじゃなくて、自分、みんななんか OS、の間に、接続することも、できる。私が、自分の、Urbit の、SHIP というもの、を、立ち上げて、で、その DApps を使いたいんやったら、その Urbit 上のアドレスに接続するだけで、直接に、つなげられるようになるんで、そういう仕組みの、P2P のネットワークでやるから、みんな、ブロックチェーンと直接につなげるとか、ある組織に、管理されているものに接続するとか、そういうのじゃなくて、ちゃんと P2P で、より簡単に、いろんなものと接続して、誰でもアクセスできるような、エコシステムに、なるんで、やっぱり、そうするともっと簡単に、自分が、やっていきたいなんか DApps とか、使いたい DApps とかとの、簡単に接続できるようにはなります。ありがとうございます。なのでそうすると Urbit のやっぱり最大の特徴は、まあ、ピアツーピアの通信ができるっていうところにあるっていう。そうですね。でそれで、その独自の仮想コンピューターを、作ることができて、それが他の人とピアツーピア、とにかくピアツーピアで通信ができますと。まあ、ブロックチェーンもピアツーピアとは言われるんですけど、まあ、一つの、ものを参照して、いるんですけれども、まあこれは本当にピアツー、まあ、本当にピアまあ、本当の意味でのピアツーピアなので、まあ、そういう非効率が生じないので、まあ、とても、まあ、効率がいいということですよね。はい、ありがとうございます。まあ、これでなんとなくUrbit とは何かっていうのがなんとなく、まあ、ちょっとまあ難しいかもしれないですけど、まあ、なんとなくですね、イメージがつかめてきたんじゃないかなと思います。で、そうするとですね、ちょっとですね、ご質問としては、このUrbit をですね、ちょっとまあ、なんとかですね、
みんなで特徴をつかんでいこうという回なんですけれども、このアービットと、じゃあそうすると、このアービット、ピアツーピアでこう、まあ、あのアービット同士、他のアービット同士とこうつなぐことができるって、このアービットと、あと、この、まあ、そういうものではなくて、一つの真実の情報というか、こう一つのブロックチェーンというこの、まあ、このカルダノとの、何でしょう、この技術的な接点としては、まあ、例えば、まあ、一つはその NFT を例に挙げていただいたんですけれども、このアービットとカルダノの技術的な接点を、ちょっと難しい質問かもしれないですけど、技術的にはこういうつながり方があるんじゃないかっていうのを、まあ、例えば3つとか、まあ、2つでもいいんですけれども、に分けると、どういうカルダノとアービットのこう技術的なつながり方があり得るんでしょうか。そうですね。こうやって、ブロックチェーンじゃない、P2P のネットワークを作ろうとしているのは、まあ、オルビットだけじゃないんですね。あとは iOS 系も、その、アタラというシステムを、作ろうとしているんだけど、やっぱりそういう身分証明書を全部なんかブロックチェーンに、入れようとすれば、結構重たくなっちゃうんで、それは不可能だから、なんか、その一部だけをなんかブロックチェーンに保存して、で基本のデータをなんか、ブロックチェーン外で保存したり、するような形の、ものを作ろうとしてるんですけれど、Urbit も同じように、使えますね。なんで、その Urbit というのはその、ブロックチェーンに保存されてない部分、として、実行したり、保存したり、ものを、管理したりするインフラとして、使えるんですけれど、やっぱりなんかそのオルビットでやっていたことを、ちゃんと、ブロックチェーンに記録したいときに、その記録の圧縮された、ものだけを、アップすることは、全然可能だし、オルビットは実は、常にそういうふうに、作られています。そのオルビットの、ムーブン証明書、は今具体的に、どう、取り扱われているかというと、今 NFT として、取り扱われています。その NFT、で、ちゃんと私がこのオルビット上の、アイデンティティ、そういうのを持っていると、証明できるんだけど、やっぱりその、身分証明書をなんかちゃんと、持っているとか、そういうのを証明するには、やっぱりブロックチェーンが、使いやすいというのがあるんで、その NFT が現在イーサリアムで保存されています。なんで、もしなんかそのオルビットを使ってる誰かとメッセージを送り合ったりしてるのならば、その人のアイデンティティをちゃんとなんかイーサリアム上で確認できるというのがあるんですけれど、まあオルビットは現在、まあイーサリアムを使ってるんですけれど、別にイーサリアムにこだわり特にないんで、ただ単に今まで、そういう選択が一番良かったんですけれど、まあそういうふうに、オルビットが現在、すでに、ブロックチェーンとつながっているような、仕組みを、使っていて、これからも、まあ、他のブロックチェーンとつなげられるようになったら、いいなというのもあるし、で、これは、まあエルビットが根本的に、どうやってブロックシステムと、ブロックチェーンと、つなげられるという話なんですけれど、ダプスも、自由に、そういうのも全然決められるものなんで、例えば私が、ダプスを作るんやったら、どのブロックチェーンを使おうかというのも私次第というのもあるし、で同時にその、ブロックチェーンに保存されてない資産とか、どう取り扱うというのを、まあ、開発者として決められるものなんで、まあ、それをオルビットにさせましょうという、選択もあるわけなんで、別になんかオルビットを必ず、使う必要はないというのがありながらも、一番適した、ツールになるように、発展させたい、という考えによって、将来的に、体の上でも他のブロックチェーン上でリリースされた DApps は、ちゃんと Urbit を、利用して、そういうなんか DApps の機能を、提供できれば、いいなという考えですね。ありがとうございます。そうするとなんとなく今説明いただいたところですごい雑なんですけれども、雑に、
まとめると、まあ、設定としてはそのアービットで、まあ、こういう処理をしましたよっていうのを、まあ、まとめて圧縮してブロックチェーンに記録して、まあ、確かにアービットでこういうことがやられたようだっていうこともできるっていうのが一つと、あと、まあ、ブロックチェーンだとそれはさすがに保存すると思うよっていうのをアービットに、外に保存することができる。これはなんかアタラとちょっと似たような感じっていうのもできる。そのまあ二つ目がそのストレージの節約というかですね、一つがそのまあ記録の証明と、二つ目がストレージの節約と、あとはNFT として、NFT として、まあ、まあ、アービットの ID を、まあ、認証するっていう、まあ、そういう接点がありますよと。まあ、これは今、イーサリアムだけど、まあ、体のでもできるよねと。まあ、あとは、その、相互運用というかですね、まあ、DApps を、まあ、いろんなブロックチェーンで、アービットをですね、一つ基軸にして、まあ、いろんなブロックチェーンとも使えますよとか、まあ、そういう DApps との、まあ、連携というかですね、まあ、他のブロックチェーンとも連携も、まあ、引いてはできる可能性もあるとかですね、まあ、そういう相互運用的な意味合いもあるよというような、まあ、そういうところっていう感じですかね。はい。そうですね。なんで、なんか、これから、作っていきたい将来のイメージ的には、まあ、ブロックチェーンによって銀行とかを使う必要がもうなくなったという、のがあると同時に、Urbit によって AWS とか DigitalOcean とか Azure とかそういう、クラウドシステムを、もう使わない、使う必要はないように、できればいいと思っています。で、全部 Amazon に管理されるのはすごく、嫌な、気持ちがするんで、その自分が使っている DApps は、全部 Amazon に管理されてるんやったら本当に分散化と言えるかという、ところがあって、で Amazon に、サービス中止された件も全然、あるところで、いやそういうのに偏るんじゃなくて、独自、誰でも、立ち上げられる、システムで、P2P で、簡単につなげられるシステムを構築した方がいいんじゃないかという、考えに基づいて、まあ、こういう、プロジェクトが誕生されたわけ。ああ、なるほど。それはでも、すごいめちゃめちゃ壮大というか、すごい素敵ですね。まあ、そのなんか AWS での AWS をブロックチェーンで打ち負かすんだって言って、でもブロックチェーンでやると、さすがにブロックチェーンで Amazon の代わりはさすがに重すぎて無理っていうですね、まあそういうのもあるけれども、まあアービットとブロック、アービットをうまく使えば、まあ、まあさらにブロックチェーンもですね、一緒に使えば、まあ本当の意味での DApps が、まあ言うて AWS で動いてるようなこの DApps っていうのが、なんかもう本当の分散型の DApps が実現するんじゃないかっていうことですね。ありがとうございます。これはめちゃめちゃ、素敵だと思います。まあ、ちょっと、そうですね。そうですね。で、実はなんか、Urbit で常にいくつかのアプリが、立ち上がれてるんで、例えばなんかチャットルームも全然、存在してるんで、まあ、今なんかそういうチャットルームは基本なんか Urbit と、連携してるなんかテーマについてのものなんですけれど、まあ、将来的に、まあ、ステークプールがその Urbit 上で、そういうチャットルームを作れば、まあ、そういうディスコとか LINE とか Telegram とかそういう会社に頼らずに自分で自分のサーバーでそういうチャットルームが管理できるようになるとかそういう将来がより分散型でいいんじゃないかと個人的に考えてますね。いや、おっしゃる通りですね。まあ、ちょっといつバンされるのかっていうか、いつそのプラットフォームの気が変わったらオフィシャルカルドのジャパンコミュニティがもうテレグラムにしかないんですけど、もうそれもテレグラムのさじ加減ですので、とか、まあちょっとまあいろいろ思ったりすると、すごく重要ですね。ありがとうございます。そうすると、まあちょっと多分今までの説明とかなり被るところもあると思うんですけど、アービットがもたらすカルダノのへのメリット、三大メリットっていう形で、ちょっと、改めてちょっと整理を3つポンポンポンと整理してみると、どんなものがありそうでしょうか。アービットがカルダノにこうもたらしていく、まあ、3つのメリットというか、そうですね。という感じで、はい。1つ目はやはりそういう、クラウドとかにも、頼る必要はないという、ところが重要だと思います。なんか、その DApps と直接に、P2P でつなげられる方が、嬉しいというのも、ポイントだし、で2つ目がやはりその身分証明書とか、そういうのを、取り扱えるのもポイント。今は、まあ、なんか IOSK がそういうアタラというシステムを、作ろうとしてるんですけれど、
まあ、ただ、実は言われたら、その身分証明書だけを、対応している、ものなんで、まあ、ユースケースはある程度、制限されてるし、もちろんそれによって、まあ、ユースケースが、Urbit とは、ところどころ異なる、可能性もあるんですけれど、その中、まあ、Urbit が使えるともっといろんなユースケースがちゃんと対応できるような、メリット、もあるし、でやはりその3つ目は、そのなんかもっとちゃんと、人とコミュニケーションが取れる、のが重要だと思います。今なんか人と、ブロックチェーン上で、メッセージを送り合おうと思えばなかなかできないんじゃないですか。例えばなんか間違えて、NFT を誰かに送っちゃったとなったら、その人は誰 だろう、なんかどうやって連絡取れるんだろうと、迷っちゃう方全然珍しくないと思うんで、やっぱそういう特に、ちゃんとなんかそういう P2P のネットワークで、暗号化されたメッセージで、2人だけで、メッセージを、送り合えるような、システムがあれば、すごく素敵だと、思っておいて、やっぱそれでなんかこういう時にミスをしてしまった時だけじゃなくて、いろんな時に、もっとスムーズに、アイデンティティとかそれによってちゃんとメッセージ、送り合えた、仕組みがあれば、もっとちゃんとしたエコシステムにはなるんじゃないかと、思っております。はい、ありがとうございます。もうめちゃめちゃ分かりやすいです。ありがとうございます。まあ、要するに、もう本当の意味の分散型にしますよ。まあ、今まで言うて、その、まあ、ちょっと中央集権的なサーバーにやって、まあ、で、まあ、ちょっとブロックチェーン使うっていう、なんちゃって、DAPS じゃなくて、本当の DAPS を作れますと。まあ、あと身分証明書もですね、ひょっとすると、あたりよりも、さらにちょっと柔軟な、ものも、になる可能性もあり得ると。で、さらに人とコミュニケーションが、まあ、誤送金とかですね、まあ、なんか、まあ、もう、1週間に1回はですね、誤送金しましたみたいなですね、そういう、なんか、来る気がするんですけれども、まあ、それもまあ、ある程度さ、コミュニケーションが取れるようになると、だいぶ違うよねということですね。ありがとうございます。で、ちょっと視点を変えて、じゃあ逆にカルダノがもたらすアービットへのメリットというか、カルダノが存在することによってアービットへこういうメリットをこうもたらしているよっていうのを、あえて3つに、まあ、あえて3つに分けてみると、どういうのがありますでしょうか。そうですね。まあUrbit は現在、まあ、イーサリアムとしか、つなげられてなくて、まあ、それはそれで、まあ、既にいろんなことができるというのを言いながらも、やはり将来的には、全部一つのブロックにまとまるわけには至らないんで、そういう感じじゃなくて、いくつかのブロックとつなげられる未来が、実現できるようには、やっぱり他のブロックン、と他のブロックのプロジェクトをもっとね、連携して、やっていく予定なんで、まあ、そういうのが必要なんで、そのカルダノが直接に、直接的に何かを提供するよりは、カルダノ上で、ちゃんとUrbit を使っている DApps が、存在していれば、まあ、Urbit のエコシステムにも、プラスにもなるし、そのカルダノのエコシステムにもプラスになるというのがあって、まあ、そういう感じで、連携していれば、まあ、ウィンウィンという、形でなんか、連携していけばいいなという感じですね。はい、ありがとうございます。まあ、イーサリアム、今イーサリアムなんだけど、まあ、カルダノにも対応していくことで、まあ、アービット自体がもう広がっていくよと。まあ、あと、まあ使っ、まあ、カルダノで実際に使われているユースケースがあれば、まあ、それがまあまあ何でしょう、まあオープンソースであれば、まあ一つのこう、まあさらなる発展の可能性もあるというか、その、で、なんかそれを、イーサリアムだけじゃなくて他のブロックチェーンと、つながれるような、仕組みにさせたい人は他にも、全然いるわけで、実はアルベット上で、ビットコインを使うためのアプリが、常にリリースされたんで、その自分のUrbit の、OS で、にビットコインも、対応できるんで、まあ、そうやってだんだん、いろんなアプリを、作っていけばいいなという考えがありますね。ありがとうございます。ということで、まあ、カルダノがもたらすアービットへのメリットっていう意味で言うと、まあ、もう、まあ、アービット自体のですね、まあ、幅を広げていくと、まあ、それで、まあ、
もちろん、先ほどのですね、アービットがもたらす体のへのメリットもあるわけで、まあ、ウィンウィンになるよねというような、形ですね。ありがとうございます。で、そうすると、まあ、ちょっとそれを踏まえて、体のかけるアービットの、まあ、未来というかですね、っていう意味で、まあ、これも、まあ、ちょっとすごい曖昧で漠然としてるんですけれども、まあ、体のかけるアービットを、まあ、DC スパークかけるアービットって言いかけても、まあ、ひょっとするといいのかもしれないですけれども、まあ、3ヶ月後、1年後、まあ、まあ、ちょっと1年後と3年後の違いは微妙なので、まあ、3ヶ月後、1年後、10年後とかで、まあ、どんな風な未来になる、まあ、可能性があるのかなっていう。そうですね。まあ、なんか、最初に紹介した DC スパークがやっていることは、実は全部つながってますね。なんで、現在のところ、そのフリントウォレットとそのウーベットバイザーという、ウーベットを簡単につなげられる、ブラウザー上の拡張機能、両方も、今ベタ版がリリースされてるんで、まあ、その3ヶ月で、まあ、ユーザーのフィードバックによってそれをだんだん、改善していく予定なんですけれど、まあ、1年で言えばまあ、DC スパークが作っているミルコメダというプロジェクトが、その時にもうリリースされているはずなんだし、まあ、DC スパークは、会社としても DApps を作っている、というのもあるんで、やはり会社として、そういう、会社が作っているものを全部、利用している DApps などそういうプロジェクトを、いっぱい作っていく予定なんで、まあ、それが、将来の夢なんですね。例えば私、まあ、DC スパークに、所属している人の中に、Yorminggander というプロジェクトを、覚えている方はいくつかいると思うんですけれど、カラダノは、シェリーそのステークプールという機能をリリースした前にそのベータ版があったんですね。でそのベータ版の、開発をの、担当者の一人出会ったニコラ・ディプルマという方も、今 DC スパークに所属、しているようにもなっているし、で他にそういう、サイトチェーンの、仕組みを開発していた方々も、DC スパークに所属してもらうように、なったんで、まあ、会社としてそういうなんかブロックチェーンの経験だけじゃなくてそのオフチェーン、ブロックチェーンじゃない部分、そしてそういうオフ、僕に保存されたい部分をどうやってブロックチェーンとつなげられるようにさせる、方を、いっぱい、会社として、持ってるんで、やっぱりなんかそういうなんかスキルを利用して、結構大幅的に、物事を、開発してそれ、どれもブロックチェーンと、どうにか、接続できるようにさせたいという、のが、将来の目的なんですね。ありがとうございます。そして10年後っていう意味で言うといよいよアマゾンキラーっていう。そうですね、まあ、DC スパークはね、一つのプロジェクトをやるとかそういうのじゃなくてより幅広く的に、根本から、製品まで、全部開発、してる会社なんで、まあ、できれば10年後はね、そういう、ように、たくさんのイコシステムに、所属していて、そのイコシステムの、根本から、開発して、でいくつかの、イコシステムに、まあ、いろんなプロジェクトを、リリースしていってるような、会社になればいいなと、思っていて、でもそういうのがありながらも、DC スパークは、何よりは製品を作る、会社なんで、そういうなんかこのイコシステムを管理している会社ようなイメージがあれば、まあ、それはそれ でいいんですけれど、それよりは、まあ、数億人に使われているアプリの、開発者、というかそれを開発した会社で、あれば、それ何より、嬉しいというのもありますね。ありがとうございます。もう一言で言うと数億人に使われるアプリの、もう筆頭の開発会社に、10年後は、まあなまあ、もしかするともっと早いかもしれないですけどなるということですね。ありがとうございます。で、ちょっと、まあポジティブな話を並べてきたんですけど、あえてですね、アービット×カルダノの連携の今ちょっと課題になっている部分を例えば3つ端的に言うと
どことどことどこだったりみたいなのはあったりしますでしょうか。そうですね、会社として、それに、取り組んでいる途中で、まあ、常にその前言ったように、各地の、2つリリースしました。それは、Flint と、Urban Advisor という拡張機なので、その両方ともメタマスクのように、動けるものなんで、自分が DApps を使うときに、その Flint というメタマスクみたいな、アプリでなんかポップアップが現れて、送金とかできる。で、なんかアイデンティティとか、証明してくださいとか、なんか保存してくださいとか、なんかそういう、機能が使われているときに、隣にその Urban Advisor という各種に機能が現れてくる。で、まあ、会社として DApps も、すでに、作っている途中なんで、体の上でそういう DApps をリリースできればいいなという考えを持っています。なんで、その、DC スパークが使ったなんかプロジェクトとかで、DApps 全体的に、管理できるような、なんかものをリリースできればすごく素敵だなと。なんで、その DApps 自体も、DC スパークに作られたし、その連携するための SDK とか、アプリも全部 DC スパークに作られたら、本当になんかちゃんと、エコシステムを、構築してたような、感じがするんで、それを作るには、いろいろやっています。で、すでに例として、そのフラカラという、DApps の開発もやったし、で、Urbit 側で Urbit Dashboard という DApps も作りました。その、Urbit Dashboard という DApp は、ブロックチェーンとは関わってないんですけれど、その Urbit のネットワークに、接続して、そのネットワークの現状のステータスとは、いろいろ、なんか管理できるための、ものなんで、すでに、今、Urbit のチームは、その Flint Wallet のチームと別のチームに、なってるんだけど、そのチーム両方、同時に進行しているようなイメージで、そのフリントのチームはすでに、そのウォレットも、作ってたし、その体の上のダップも作ったというのはあると同時に、その、Urbit のチームはすでにその拡張機能も、リリースした上に、その一つ目のダップをすでに、リリースしたというのがあるんで、これから、その両方の、同時に進行されたものを、どうにか、なんかミルカマという他のプロジェクトをつな、げて、全部なんか、唯一のダップで、つなげれるように、できればいいなという考えをしています。はい、ありがとうございます。まあ、一言で言うと、メタマスクのように動くようなものがないっていうのが課題で、まあ、フリートウォレットとラビットと、まあ、両方並行してうまくやってるよということですね。で、ちょっと、まあ、これ難しいかもしれないですけど、多分ですけど、メタマスクのように動くっていうのが、多分ちょっとメタマスクを使ってない人が結構多分いるので、ちょっと、あんまり分かってない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このメタマスクで動くっていうのは、イメージ的には、その、まあ、どのウェブページに動いていても、右上にこう、まあ、ポップアップみたいなものが出てきて、まあ、同じように管理、どのウェブページにも同じように適用できるツールみたいな、まあ、そんなイメージっていう感じですかね。その、ポップアップがこう、右上を押すと。そうですね。ありがとうございます。Urbit Advisorも、そういう仕組みであるし、Flint もそういう仕組みで、両方ともブラウザーに、伴っている、なんという付属されている、ものなんで、どの、ページにアクセスしようと思っても、自分の、持っているエイダーも、自由に使えるというのもあるし、Urbit で保存されているデータとかも、自由に使えるというのもあるんで、従来のサイトよりは、提供できる、機能が保護されますね。はい、ありがとうございます。まあ、いちいち鎧とか開いてじゃなくても、本当にブラウザにこう隣接して備わっているような感じで、どのページにも適用できる。まあ、ちょっとイメージづらいかもしれない。まあ、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと最後というかですね、最後もし、まあ、これもちょっとまあ、特にコメントすることもないかもしれないですけど、まあ、さっきちょっとアタラプリズムっていう言葉がちょっとまあ、ちらほら出てくるっていう意味では、アービットとアタラっていう意味だと、まあ、アービットとかけるアタラって、まあ、なんか一言コメントするとしたら、いかがでしょうか。
そうね、エタラはもともと IoT 系のプロジェクトなんで、DC スパークは、協力して開発していないものなんで、なかなかコメントをしづらいという、ところがありながらも、まあ多分なんか両方とも、自分なりに、問題を解決しようとして、で処理的に、そのなんかそういう問題をどう対応したというのをちょっと、一緒に見合って、見習った方が、いいんじゃないかと思いつつ、今のところには、連携というのもないんですね。ありがとうございます。まあ連携というのは今のところないけれども、まあ各々別のアプローチで全くやってるので、まあなんか両者のなんかあたらと被ってんじゃないのとかそういうことは全然なくて、まあ両方独自にですね、やってます。なんであたらはそのアンディを、対応するための、プロジェクトなんですけど、ウェブの方はもっと幅広く、それだけじゃなくてメッセージとか、計算とか、保存とか。そういうのを全体的に、まあ、パソコンのように、全部、解決しようとしているプロジェクトなんで、もしなんかそのアタラには、裁量できる部分があれば、まあ、それをなんかウェブから呼び出せるように、させるだけのように、なるかもしれないんで、まあ、アタラとは僕は直接関わっていないんで、それ的に何がどうなるというのは、まあ、言えないんですけれど、まあ、そういう感じの、違いがありますね、うん、はい、ありがとうございます。まあ、全然違うので、まあ、両者ですね、おのおのやってますというような感じですね。あと、アービット×ミルコメタで一言コメントをするといかがでしょうか。そうですね、まあ、先言ったように、ウェブは現在イーサリアムとつながってるんじゃないですか。なんで、そのエルベが簡単に、フリントで、使えるように、そのフリントでの EVM と Solidity を対応するための機能も追加する予定なんですね、なんで、そのフリントウォレットで、Solidity で書かれたスマートコントラクトが使えるようになるわけ。カルダノで書かれたのために書かれたスマートコントラクトだけじゃなくて、イーサリアムのために書かれたスマートコントラクトも、両方、フリント、同じフリントウォレットで、使えるようになりますね。で、IHK が現在 ERC20 カンバーターという、ものを開発している当時なんじゃないですか。なんで、その ERC20 カンバーターで、そのイーサリアムのブロックチェーン上に、あるトークンをカルダノに送れるようなプロジェクトで、まあ、なんという全体的に言うと、もしそのエルベットのための NFT をイーサリアムで買えば、その ERC20 に変更することもできるし、その ERC20 に変更すれば、それでその ERC20 カンバーターでカルダノに持っていくことも可能で、そうしたら、それでミルコメダーによって、そのミルコメダーのサイドチェーンに送ることも可能で、で、ようやくそのミルコメダーに存在していれば、もともとイーサリアムのために作られたスマートコントラクトを、オービットを対応するためのスマートコントラクトを、そのミルコメダーに再投稿すれば、全部、そのミルコメダーで使えるようになります。で、そうすると、まあ、ミルコメダーはサイドチェーンで、イーサリアムよりガスのコストが圧倒的に低いというのもあるし、でミルコメダはカルダノと、つながっているんで、そのカルダノ上で、保存されている、資産とかも、そのまま、ミルコメダに、持っていくこと、持ってくるんで、その自分が持っている、ウェブの NFT とかそういう、アイデンティティを、もっと簡単に、カルダノのイコシステムと連携できるようにはなります。はい、ありがとうございます。まあ、ミルコメタ×フリント×アービットでもこの三種の神器でですね、うまいことイーサリアムとカルダノ連携できる。で、それにERC20 コンバーターも加わるということで、心強いということですね。ありがとうございます。で、そうするとアービット×ディファイという意味だと、ちょっとまあ話がいろいろ被るかもしれないですけど、まあ、アービット×ディファイという意味だと、まあ、ちょっと改めて一言コメントいただくと、そうですね。
今一番、解決しようとしたいことは、その DeFi のアプリが現在、どれもなんかそういう DNS のシステムを使ってるし、Amazon とかそういうクラウドも使ってるんで、それで、使えない時がよく、使えなくなっちゃう時がよく生じる。例えばなんか日本人には、エンジンなんでブロックしますというのもあるし、Amazon とかそういうサービスは、こういうのを対応したくないと決めるところで、使えないようにも、なっちゃうし、例えばなんか Steam というゲームプラットフォームが存在、してるんですけれど、そのプラットフォームが、今日昨日くらい、やっぱり NFT を使っているゲームを、全部 NG とさせますと、いう発表があって、やっぱりなんか、そういうのは全然ありえるというかよくある話なんで、やっぱそういうね、中央的な、サービスに偏るのは良くない、もしなんかみんな、自分の NFT をゲームで使えるように、したいなら、なぜそういうプラットフォームは使えないという、本当に意味のわからないところがあるんで、やっぱりなんか、その会社がそう決めるのなら、自分の、プラットフォームを、作っていくしかないという、考えにも基づいて、やっぱりその DeFi の、アプリを作っている方々も、そういう考えに基づいて一緒に協力して、なんか していくとは思います。はい、ありがとうございます。本当の意味の DeFi っていうのが結構キーワードになってますけど、本当の意味での DeFi が、アビットで実現しますと。いうことですね。ありがとうございます。次、アービットだけでステークプールで一言いただくといかがでしょうか。そうですね。ステークプール、には今、実は大きな問題が生じてるんですよ、カルダナ上では。それはパブサブというのがないんですね。それパブサブというのは、具体的に、ね、どういう意味かというと、もしなんか私、あるステークプールに、委任しているんやったら、ちゃんとなんかそのステークプールから、報告とか、なんかそういうのをもらいたくなるんじゃないですか。現在そのもらってる報酬で何をやってるとか、もしトラブルが生じたなら何が生じたとか、そういうのを全部知れないんじゃないですかね。なんで、そういう、報告、ステータスアップデートを、subscribe、pub sub の sub は subscribe 登録という言葉で、そのステークプールの、アップデートに、登録したい。で、パブというのはパブリッシュ、投稿という、意味で、その、登録したところでその投稿が見えるように、なってほしいというのがあるんで、実はこういう機能はチャールズがずっと前から欲しかったと、言ってるんで、もしなんかチャールズの前のビデオを、見れば、チャールズが、常になんかパブサブの、機能を追加したいとか、どうしてもなんかこれを作りたいとか、なんかそういう話よくやってたんですけれど、やっぱそういうのを作るのは結構難しいし、SK は他のいろいろで、忙しいというのがあるんで、アルビットのようなシステムはそれには適してるんじゃないかと思うんで、そのステークプールはアルビット上で、その、OS なんか仮想マシンを、立ち上げられて、その、仮想マシン上で、その、そういうようなメッセージを投稿したり、もできるし、そのメッセージを見てみたい、方もその、投稿に、登録することも可能だし、でなんかそのフリントと、Urb Advisor という両方の拡張アプリで実はこれ全部、自動化できる、ね、例えばなんか、あるウェブページにアクセスすると、フリントによってどのプールに委任しているというのが、読み込まれる。アルビットアドバイザーによって、じゃあそのプールが、アルビット上で、投稿しているかを確認される。でもしなんか両方一致しているなら、ウェブページ上でそういうなんかプールの投稿が現れてくる。でそれ全部 P2P なんで、なんか、AWS とか、なんかそういうサーバーを全く使わずに、もう本当にもう直接に、プールに委任したところで、そのプールの投稿とか、が見えるようになるんで、なんかそういうサービスがあれば、すごく、便利、なんか委任者にも便利だし、なんかステークプールのオペレーターとして、メリット、委任されるメリット、にもなるんじゃないかと思います。
めちゃめちゃ重要ですね。考えてみれば確かに、そのなんか、やっぱプールの、の運営について、まあ、手数料をちょっと変えようと思いますとか、なんか変わったんだけどとか、なんかちょっとこういうコミュニケーションギャップはなんかよく目にする。そうですね。で、なんか鎧にも、そういう機能を以前なんか追加しようかと、迷ってたんですけれど、もし鎧上で、そういう機能を追加するようにしたら、その投稿をどこから読み取るという問題が生じる。で、ある意味で鎧は MRGO のサーバーに管理されているんで、プールからの投稿だといっても全部 MRGO 経由で、表示されているんで、MRGO を信頼しないといけないようになっちゃうというあんま良くないところもあるし、もしそのプールが何か投稿するんやったらブロックチェーンに投稿するかってなっちゃうんだけど、もしなんかそのステークプール、まあ、全てのステークプールが自分の、更新とかの情報、をブロックチェーンにアップすると結構重たくなっちゃうんで、やっぱそれもあんま良くないんで、なんかやっぱりなんかブロックチェーンじゃないところに、保存した方が、効率的なんじゃないかというのがあって、やっぱりそういうなんか問題があったんで、なんか鎧上にそういう機能を追加したかったと言っても、やっぱり今の技術でなかなか実現できないものなんじゃないかという結論になったんですけれど、まあ、DC スパークが構築していく、まあ、イコシステムによって、まあ、いよいよそういう機能が実現できる世界が近づいているんじゃないかと思っております。はい、ありがとうございます。なんかまあ、カタリストでもその委任者とプールの通信しやすくするって、なんか結構よく見る気がするんですけど、ないなっていう、やっぱりないなっていうのは、やっぱり。案外やってみると難しいというですね、まあ、そうね、カタリストも、同じような、問題を、どうにか取り扱おうとしている、なぜかというと、カタリストは全部メインネットで行われてないんですよ、なぜかというとみんな投票しないといけないというのもあるし、そのみんなの、提案を、どこかに、保存しないといけないとか、そういうのがあるんで、もし全部ブロックチェーンに保存しようとすれば結構重たくなっちゃうんで、別に、その提案とかを保存する必要はあるかってなったら、別にブロックチェーンに保存する必要はないんじゃないかという、考えがあるんで、今のところは全部 IO 式のサーバーに保存されてるんだけど、それは今のところはまあ別にいいんだけど、IO 式はまあこれからずっと彼らと相続するかといえば、まあ、これからずっと所属する可能性はあるんだけど、まあ、会社は会社なんで別にそういうそれ確定でもないし、まあ、会社はまあ将来的に消えるものなんで常にずっといるようなものじゃないんで、やっぱりなんかある会社に担当されてるんじゃなくて他のどっかで保存したり投票したり、そういうの全部やった方がいいんじゃないかというのがあるんで、まあ、そういうところにいても、まあ、Urbit のようなプロジェクトは、割と適してるんじゃないかというのがあると思います。もちろんなんか、まあ、カタリストは結構複雑な、ものなんで、じゃあ全部 Urbit に載せましょうみたいなことは全然、簡単にはできるものではないんですけれど、まあ、イメージ的に今のようななんか全部 IO 式に管理されてるよりは、そうやってだんだん、分散型化した方が結構より、使いやすいし、みんなの提案がもっと、見やすくもなるし、で投票自分の投票はちゃんと、なんという計算に、入れられたというのもより簡単に、証明できることが確認できるというのもあるんで、やっぱ、こういう機能があればもっと、信頼できる、システムになるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。まあ、実はカタリストの、まあ、問題もよく考えてみると、まあ、ちょっとアービットとかも将来的には何か使えるようにしていくとか何かあると、まあ、より良いんじゃないかとか、まあ、ちょっとあの中央IOHK が全て握るっていうのはちょっと違うんじゃないかとかですね、まあ、そういう議論もありますよねということで、
ありがとうございました。じゃあ、すみません。だいぶ、長くなってしまったんですけれども、これで、なんとなく、皆さんに、伝わったかなという感じで思います。ちょっとまとめますとですね、DC スパークっていうのはもう、もう今、大、急成長中の会社で、しかも日本も結構、割と日本に、たくさん人数もいるですね、アメリカの会社で、セバスチャンさんはですね、もうマイクロソフト社から、まあ、チャンさんと同じような数学サイエンスのバックグラウンドを持って、ブロックチェーンに参入して、エコシステムの全体を考えようということで DC スパークに至るということですと。で、その中でもですね、いろいろあるんですけれども、このアービットっていうのが今熱いと。なぜならばアービットっていうのはブロックチェーンの問題点を、まあ、いろいろ解決しながらピアツーピーの通信もできるからですと。で、アタラっていうのを IHK もやろうとしてるけど、またそれとはまたですね、全然違うアプローチで、いろいろやろうとしておりますと。で、特にですね、本当の意味での分散型アプリは、やっぱりこのアービット、クラウドとか AWS とかに頼らない本当の意味での分散型アプリとかですね、あと身分証明書に使えるとか、人とのコミュニケーションもちゃんと取れて、まあ SPO の方とかですね、もできるし、まあカタリストにも、ひょっとすると応用できる可能性もあるしとかですね。で、10年後はですね、もう本当に、この、まあアービットも含めて、まあアービットから生まれた、まあ、アービットをうまく使うアプリも含めて、本当に数十億人にですね、使われる、アプリをどんどん作っていくぞというですね、DC スパークさんということで、この、まあ、とにかくですね、アービットにとにかく注目していただきたいということでした。大変ありがとうございました。セバスチャンさん、すいません、最後に一言いかがでしょうか。お願いします。そうですね、まあ、DC スパークは割と新しい会社だと言っても、みんなからすごく、なんか、応援のコメントをいっぱいもらっていて、すごく嬉しいというのもあるし、今、募集をかけてるんですけれど、応募してくれた方々も、結構多くいてて、すごく、ありがたいというか、すごくみんなの応援を感じてるんで、これからもよろしくお願いしますという。はい、ありがとうございました。ということで、実質バカさんのすみません、チャンネルを借りてですね、私の時はちょっと本当にありがたいなと思ってるんですけれども、セバスチャンさんのインタビューでした。本当に長きにわたりありがとうございました。はい、ということで、皆さんまた、お会いしましょう。それではさよなら。